ハイドロとは、アメリカ合衆国オクラホマ州にある町で、稼働軍とブレイン軍にまたがっている。2010年国勢調査の時点で町の人口は969人だった。町が成立したのは1901年8月6日で、直東とガルフ鉄道の近くに整備され、当初は稼働という町名だったが、同年9月に郵便局が設置された時、町の井戸水が豊富だったことにちなみ、 ハイドロに調名が変更された。ハイドロは、北緯35度32分56秒整形98度34分40秒、北緯35.54889度整形98.57778度、35.54889-98.57778に位置し標高は1557フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 全面積は0.6平方マイルで全て陸地である。2000年の国勢調査では、町には1060人、413世帯、280家族が住んでいた。人口密度は1平方マイルあたり1752.4人、住居数は466件で、住居密度は1平方マイルあたり770.4件だった。人種別人口構成は、 白人が91.32%、アフリカンアメリカンが0.19%、ネイティブアメリカンが3.58%、アジア人が0.19%、太平洋諸島系が0.28%、その他の人種が1.89%、根結が2.55%、ヒスパニックラテン系が4.53%だった。413世帯のうち、 18歳未満の子供がいるのが31.5%、結婚、同居している夫婦が51.8%、未婚、離婚、死別女性が世帯主になっているのが10.7%、非家族世帯が32.2%、単身世帯が29.1%で、65歳以上の老人一人暮らしが11.6%だった。 平均構成人数で世帯では2.42人、家族では2.98人だった。年齢別では18歳未満が24.1%、18から24歳が9.7%、25から44歳が23.9%、45から64歳が20.8%、65歳以上が21.5%で、年齢の中央値は39歳だった。 18歳以上の女性100人あたりの男性の人口は83.4人である。町における収入の中央値は、世帯で27,235米ドル、家族では31,071米ドルである。性別の収入中央値は、男性が26,645米ドルで女性が17,308米ドルだった。 人口一人当たりの収入は13,256六米ドルで、家族の14.4%、人口の18.0%、18歳未満の23.6%、65歳以上の10.1%が貧困戦以下だった。ありがとうございます。